スノーマン、新 CM でショコラティエに向井康二は目黒蓮の、あーあん、直前カットでがっくり、今からいいシーンやったやん。人気グループ、スノーマンが出演する富士屋洋菓子店の新 CM、富士屋ルックショコラティエアラモード編、富士屋ルックショコラティエミルクパレードホワイトラバーズ編、および、富士屋洋菓子店新しい富士屋編が12日から放映される。富士屋では、スマイルスイッチ、スマイルスイッチをテーマに、ロングセラーチョコレート、ルックとケーキ、洋菓子の共同プロモーションを展開中。ルックの新 CM2 編では、ショコラティエに扮したメンバーが、新しいパッケージとフレーバー、そして一箱でいろんな味が楽しめる同商品を、口に入れた時に見せるうっとりとした表情と共に伝えている。ケーキ、洋菓子の新 CM では、新しくなったロゴマークが大きく配置されるなど、新しいお店をイメージしたセットの中で、種類も増えてさらに美味しくなった、ケーキ、洋菓子をメンバーたちが選び、食べて、楽しむ様子を通して、進化を続ける富士屋を強く印象づける。爽やかでポップなサウンドで CM を盛り上げているスノーマンの新曲、エニーエブリーにも注目だ。今回のルックの CM では、エプロンやコックコート姿で登場したスノーマン。撮影中は、実際にフルーツを切ったり、クリームを泡立てたり、チョコレートをトレイに流したりと、ショコラティエになりきっていた。阿部亮平は、今回は、チョコを作る側になれたのが嬉しいです、と喜び、さらに、CM のキーワードで、いろいろちょこっと食べたい派が出てきましたが、僕がまさにそれで、いろんな人に、一口ちょうだいって言っちゃうんですが、ルック、アラモードは、いろいろあるから、一口ちょうだいと言いやすいですね、わら、と経験とともにアピールした。また岩本テルは、ルック、アラモードに新しく仲間入りしたブルーベリー味がめちゃくちゃ美味しかったです。他の味も食べたいけど、僕はブルーベリーだけ一列食べちゃいました、と、一足早く試食できた新フレーバーが早くもお気に入りのよう。ケーキ、洋菓子の新 CM の舞台は、ロゴマークをはじめ、パッケージや紙袋、商品等が一新された富士屋洋菓子店をイメージした空間。深沢達也、目黒蓮、向井康二が仲良くケーキを食べるシーンの撮影で、プレミアムモンブランを食べようとした目黒に、向井が、モンブラン一口ちょうだい。お願い、とおねだり。モンブラン一口と食い下がる向井に根負けして、目黒がフォークで一口分を取り分け、向井の口へ運び、向井も大きく口を開けて待ち受けた瞬間、監督から、はい、カット、の声が。と嘆く向井が、今からいいシーンやったやん。目黒、からの、あーあん、やったやんと本気で悔しがると、目黒と深沢も大爆笑。普段から富士屋のケーキを食べているメンバーの仲の良さと楽しさが溢れる一コマだった。富士屋のブランドキャラクターに就任して丸3年となるスノーマン。ラウールは富士屋さんとお仕事をするようになってから、ケーキを食べる回数がものすごく増えました。ケーキってクリスマスだったり、お誕生日だったり、お祝いの時に食べるイメージだけど、おやつなどで、富士屋のケーキを食べるようになりました、とより身近な存在になったそう。また、お店にルックがあると、つい目が行って、手に取っちゃいます。これ、俺たちのやつだって、と話す深沢に、お店にルックが並んでいるだけで嬉しいよね、とメンバーたちも共感した。この他、対象のルックチョコレート商品、洋菓子、冷菓を除く、お3個購入すると、先着でルックオリジナルスノーマンクリアファイル、B5 サイズ、1種、がもらえるキャンペーンを実施。さらにタワーレコードの一部店舗にて、スノーマンのキービジュアルを使用した特大パネルを展示する。また、タワーレコード×ルック限定デザインのオリジナルスリーブサックを、ルックチョコレート3点お買い上げごとに1点プレゼント。詳細は公式サイトにて確認を。
このほか12日からは、全国の富士屋洋菓子店で、スノーマンによる店内アナウンスが放送される。新しい富士屋をスノーマンが紹介する、店内でしか聞けない取り下ろしの音声となっている。